はいはい、じゃあ今回はですね、はい、あの敵が、まあ、たくさん待ち受けているんですけど、さらにその奥に強敵が待っているっていう、あ、まあ、ちょっとサプライズなるステージなんですけど、まあ、もうちょっと進めてみてください、はい、強敵だらけですよね、はい、毎回毎回、はい、あ、これでじゃあ進め、はい、じゃあ進めてみましょう、はい、これ強敵？強敵でさらに、あ、さらにいるんですか、はい、あれこいつがとんでもないやつで、あの敵も味方も巻き込んで、まあ、ベイモスというですね、はいはいはい、名前のついた敵なんですけど、巨大な像、巨大な像ですね、ですね、はい、基本的にはこのゲーム旗迷惑なキャラしかいませんよねそうですねまあ、みんな敵ですからね、プレイヤーに対して旗迷惑ですよねゾンビにしようと思うと邪魔されるみたいな、そうですね、ちょっとこれやられてるんですけどやられてるんで囲まれてるんですけど、はい、ちょっとでこの象がですね、結構大暴れするんで、あの、はいはいはい、うまく、ね、象を誘導したりとかして、あの同士打ちさせるっていうのも一つのね、はい、なるほど、うん、象にやられた敵を、そうです、自分はゾンビにしていく、自分ゾンビにしていくっていうおお、なるほどなるほど、なんとなく分かってちょっと分かってきたけど、後ろに象がいますね、そうですしかもこれ敵が盾を持ってるから、普通に攻撃すると跳ね返されるじゃないですか、はい、ゾンビが向こうで踏まれてる、ゾンビが向こうで、あああ、しかしこうゾンビにしてる間に攻められるし、で、ね、はい、で硬い敵ってあの、はい、ずっと掴み上げてるわけにはいかなくて、途中でフリーホールを変えちゃうんですよね、だからうまく弱らせて、うまく弱らせて、はい、なるほど、わかりましたちょっと待ってくださいね、あの戦略的にいろいろ考えないと、そうですね、はい、あの難しいことになってますから今ちょっとじゃあ、あのよし、これ今のうち、あそうですね、はい、このあれですね、象と自分の間に敵を乗せといて、そうですね、はい、そいつに、うん、象に蹴散らしといて、はい、こっちは行くと、そうですね、行くと象が叫んだら突っ込んできますから、あ、叫んだら突っ込んできますか、はい、そして逃げるおーよしよしよし、倒れてるやつをゾンビ、倒れてゾンビしてくる、ちょっと早くしないと、早くしないと、ゾンビにしていくわ、よしよしよし、分かった分かった、分かりましたよ、でもこれでも分かってきましたよ、はい、なんとなく、ああ敵もあれですね、跳ね飛ばされてると体力減っていくんですか、そうなんですね、あ、それで死んじゃってるわけですか、そうですね、はい、ああ、見る敵が減ってますよね、はい、減ってますね、まあでも縦を持って敵が減ったから、逆にちょっとやりやすいでしたね、はい、今のうちにゾンビにしてっていうか、後ろにいますよね、ゾンビね、あの像を倒せないんですか、ところって、あの像は、はい、あの像を実は倒すのがこのエリアの目的なので、あ、いや、はい、これも同じくですね、はい、ゾンビをうまく使って倒していくんですね、はい、なるほど、ただあの先週も使っていったあのゾンビをね、こう投げつけるっていうのも、こいつに対しても有効で、これゾンビ6体いますけど、これ十分ですかね、ゾンビとしては十分じゃないですかね、十分ですか、はい、じゃあこれで投げつけたいですね、超えたら突進ですね、ですね、はい、よしよし、後ろからポイッ、おいし、ん、掴んだ、ゾンビ行きました、ね、鼻にくっついてます、ね、あ、鼻にくっついてるんですか、はい、おー、ずいぶんそんなところにつくなんですね、なんか後ろとかにつけばいいんだわかりましたね、ゾンビをどんどんしていって、よし、ゾンビを掴んで、まあ、あの体力なくなったら、はい、あの壺とか壊すの、ね、あ、そうですよね、体力回復、これ普通にゾウは、はい、倒せ普通に攻撃も倒せますけどね、あ、ちゃんと体力出るんですね、まああ、結構でも結構硬い的に硬いですね、じゃあこれ投げた方がほいっと、おーし、耳にくっついてますよ、そうな、耳に、はい、もうちょっと不安定な方がいいかなんかねもうちょっとお尻の方にくっつくとか ね、 そうですね、よしよし、これで回転、カメラワークを変えて投げると、よし、あ、マンチなんか溢れてる、ゾンビにどんどん変えていって、よし、あ、今のうちもいい感じで、ほいっと、あ、今気絶してますね、ゾウはね、ちょっともあれ気絶してるんですか、孫ついてるんで、はい、今のうちに切ると、あ、ジェノサイドバストをやると、あ、倒した、うん、大丈夫ですね、いや、行きましたね、はい、これでもうゾウを倒して次のステージに行くと、そうですね、次のステージに行きますね、はい、はい